やろう、タトシベヨー、タトシベヨー。ということで今回の動画は罰ゲーム1週間増め1週間でしかも弱い弱い何がしたいんだ拍手聞いたいわもしかしたら罰じゃないかもしれない本当になんかもうやらなくてもいい予感出てるけど、ね、本日のゲーム同盟、うん、はい昨今ショート動画というものが爆入りしますねだショートどん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 流してって全然知らない人をポン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 見れるとうん、うん、じゃあね哲也今日9月6日だけど、はい、さっきバイス TV 知りましたからねちょっと恥ずかしいんだよね多分それはやばいすごいことだよねすごいことだからねバイス TV そんな出てお前じゃあショート担当降りろそれすごい人もいますけどね、ショートでバズるクリエイターみたいな、うん、ショートでバズるクリエイターの話を高岡さんの前でするのやめろよそのせいで事務所なくなってんだぞあーしまった収益が下がっているからだ確かに9月に身売りしたもん、まずい昨日記事見たな記事見た言い訳してたな、なんかショートのせいで収益が下がってウーム潰れちゃったんだぞいやでも それだけじゃないからってトミックさんも言ってたあれが一番やりましたあれは怖いなあれが一番怖い発信しかもトミックさんやめてんでしょそうね俺も昨日それさあの優香さんのリプで知ったんだけどやめてんだトミックさんがいないからじゃないですかみたいなえいないのみたいなやめた人同士でなんか煽るんでマジやめてほしいな身売りっていう言い方がちょっと哲也さんなんか電話で報告されてなかったりしてやべえやばいまたやったもんやばいやばい怖い怖い怖いお前さやばいだってえサムネだけ僕見たんだけど電話してるもしかしていやいるないるないるなちょっと待ってよトミックさんの動画でいや分かったサムネ詐欺かもしれないでしょいやそんな俺らみたいなことしない結構気まずそうな顔でいるな調査でバズってる人がいる世の中ねはいまあ突発的なバズりがね昔よりも増えたなと思いまして、うん、僕たちみたいなスタイルだと、まあ、だんだんとね初期の編集とかもほんとゴミみたいなもんなんで、うん、だんだんと良くなっていってるなというかクオリティがだんだんこういう曲線で上がってる気がするんですねでもショートっつって結構真似しやすいし時間も短いんでいきなり始めたての人がポンというクオリティを作れる気がするんですよ、ね、なるほどね、はい、だせいで動画を見た時にねおこの人たちは今までこうたくさんやってきたんだなとか最近始めたてで初々しいなみたいなのが分からなくなってきているなそうねというところに着目しましてさあここから先に理屈は一個もございませんショート動画を見て登録者タイトルコールキャンセルショート動画登録者チキンキャンセルだ強制ブレーキ、うん、危ねーチキンです今回はねショート動画を見ましてその人の登録者を予想しますと、はい、登録者の数値をどんどん積み重ねていってチキンレースなんでこうラインがあるわけですよ、うん、それに一番近づけた人の勝ち、はい、超えたらドボンというねゲームをやってみたいと思いますこのゲームのまた運営というか裏方を任された虫眼鏡というものなんですけれどもブラックジャックで言ったら21の数字そのどこを目指すかっていう数字をですねどうしましょうっていうご相談ですブラックジャックらしく21万まあ21万いいでしょう分かりやすい、はいそしてですね今回は1から25番の好きな数字をもう適当に言ってくださいそしたらですねそのチャンネルで一番バズってるショート動画を皆さんにお見せいたしますんで、はい、皆さんはその動画だけ見て手札に加えるか戻すか判断をしてください手札に加えるといった場合はその後にチャンネル登録者数がいくらだったかお伝えします戻した場合は言いませんうわー気になるでも表だから取れるってことにしましょうチームはこれまあここでいいんじゃないですかうんさっくりいきましょう確かにちょうど林知らない2人が一緒になったらまずいややこしい最初グリーンチームボイ分かったもういい適当でいいよ21 21ああブラックジャックだから早く結構引き大事だもんなそもそもやばい結構やばいと突っ込んでんだこれいやこれ画角がさ微妙じゃない結構切り抜きだね痛い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 切り抜きじゃんあれ切り抜きちゃうんだよ自分なんだ自分で切り抜いてるどんな感じどんな感じどんな感じどんな気持ち蜂に刺されたあちゃ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 モザイクかけるさらにこの見せられないよ見てる見てるしないお前のチンチンなんて言ってるあと10秒編集の感じはちょっと安めじゃないかついね
はい、終了。なんかお前がチンチン寝た瞬間にチワワワワって言ったけど実家っぽい。ああ、終わった。はい、もう終わった。はい、はい、自分たちで切り抜いてるというか、うん、ショートにまとめてるってことですです。うんうん、ってことは長尺というかね、我々と同じ土俵がタイプ。うん、初期なよ。誰かって言いたいんですか。違う、我々の初期を彷彿する瞬間が多いなっていう、ね、確かにね。これ言っていいんちゃう。いいと思うよ。ください。1.6万。おお、ちょうどいい。ええやん。結構いるじゃん。はい、DT チャンネルさんでしたね。 DT、うん、へえ。その言うまでもないことかもしれないですけど、はい、あの一応見てる時のね、顔をもうちょっと気をつけてもらっていいですか。お二人、特に左のお二人、こちらの二人です。マジ表情硬かったからね。気をつけます。はい、それではとしばさん、1万。なるほど、来い。そういうタイプの喋んない。え、ね、終わった。あー、なる。ドリンクバーあるある。あれだけ、あれが一番バズってる。電子の方だから間違えちゃうよねっていうやつだろうね。あるない、関係ない。怖いな、なんか不気味に感じるね。なんかね、これ撮るの怖いなと思っちゃう。1万ぐらい狙いで逆に欲しいよ。やってみよう。8万ぐらいは撮ります。ください。はい、8万狙い。8000人。おお、あー、 OK OK OK。 ティータイムさん。ティータイム。続いて、はい、はい、残り19万。欲しい。何番に行こう。19万。それは19番。19番。そこそこの人来い。これで5000円ね。おい、ここだけ包丁は左回りで、こうメダル売り買い禁止やぞ。なんではメダルなくなったんや。兵庫第250条5条第何出てんの5年の懲役や5年5年で5年の懲役や5年5年で5年の懲役や5年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 5年の懲役や5
うん、じゃあな、坊や。おうよ、ペンチ。これで5000円。おお、完全台本ですよ。ということは今彼がこれを考えた脳みそで他の動画も作っている。はい、まだ21万ではない。なるほどね。いただきます。ドカーン。その動画ね、500万回くらい再生されてますね。小池伸びるんだけど、小池はね、みんな真ん中で見るのよ。いや、登録者聞かせてください。これギリギリだったかもしれないね。マサヤンテイメントさんですね。28万人です。あー、絶妙。絶妙。ということで、じゃあお二人は増名という。ちょっと、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 さすが、ショートタット。ドミック、ドミック。ドミック。さあ、みんなドミック打ち上げで。続き打ち上げ。ここで終わったら、ショート動画になります。いや、だからさ、この動画がね。この動画ショートになっちゃう。なんか、整備見せんの。見せんの。え、こんな一試合で言われるの、これ。もうちょっとやるものがさ、共通認識だと思ってた。チキンレースでドボンしてんのよ。え、なんか何試合かやるじゃん。もうもう死んでるの今。いや、だってこれチキンレースドボンで死んでたってことやろ。怒り得たでしょ。崖から落ちたってことやねん。僕たちの浅い考え、みんなの大事な試合をお叱りしてしまって。いいよ、いいよ、許す。もう一回、もう一回、もう一回。いや、いいよ、多分結果悪いだろ。今日なんか会話の IQ が全部知らなかった。なんか引っ張られてる。今日わかる。テンション感だけで始まりからもう IQ 低いよ。ずっとショートだ。わかるわかる。いい試合して、これはお前増名だわっていう瞬間が多分ね。まあ確かにね。ちゃんといい試合しよう。28万だったから。負けた方からどうぞ。負けた。あ、こっちからいいですか。20。後半攻めだね、これね。お、すげえ。丸亀うどん弁当、これね、4月13日、今日からなんで、こうなってる。これさ、オーダーって出てる。こっちに出てる。ここでやる。わかんねえ。途中もここで書くんちゃう。ここで、大丈夫。ちゃんとモザイク入れる。直接そうやって渡される感じで。普通に風景か。
全部入ってる。アディダスパーカー。ロングヒーパー。おお。おお。そうだね。あ、いいよ。重い重い。なんかこんなうどん、あ、いろんなの入ってる。ね、すごい。エビ天とちくわと、うんうん、これかき揚げじゃん。本当だ。で、きんぴらごぼうと卵とネギだね。すごい。すげえ。だしの汁はこうやってボールに入ってるね。レビューと分けるんか。すげえ。同じのことも。準備 now。 わあ。何？準備 now。 いいね、最後の。最後の急に最後のめっちゃいいや。準備 now。 あ、ちょ、真似したくなっちゃうな。音楽番組みたいじゃん。ねえ。うわあ、準備 now 行っちゃうか。行っていいと思う。取ります。一番に。うわあ。いや、これやばいね。大体思ったよりいるね。確かに。準備ナウチャンネルさんですよね。あ、準備ナウチャンネルか。準備ナウチャンネルか。準備ナウ。次の動画の準備してるの。違うわ。どしはジム。どうする。何このグループ。5番。5番。意味不明の時間。はい、皆さん今緊急で動画を回してるんですけども。おお、これはいい、これはいい、これは良すぎて危ない。これはすごい。いや、危ない。 3D プリント YouTuber なんじゃないか。俺はもう満場一致。ステイ。これステイ。ステイ。これ怖い。危ない。これすごい、ね、俺らも取れんな。これはじゃあ鉄条さん。はい、ラッキー7。さあ来ました。友達に原付で海行こうって誘っても反対の日本海側まで行くドッキリ。大阪の人さ、海だっけよな。海、うん、海2、30分くらい。まあそんぐらい。あ、そうやっていい。あ、はい、早速6時間ぐらいかけて日本海に向かっていきます。ぶっちゃけめっちゃめんどくさいです。でももっとめんどくさいのは友達の方です。向こう側じゃないんですよ。どこ行くと。わけわからん道行ってる。行ける。まずはい、どんどん海からかけ離れていきます。かわいそう。GoPro 日本海側行こうとしよう。これそんなわけないよ。これやった。海どころかもうもはや山道ですね。そしてついに日本海に到着しました。めっちゃ長かったですね。いや、やっと海着きましたね。何で入ってる。時間かかりすぎ。ありがとう、付き合ってくれて。あ、帰りましょう。ゆる、かわいいな。おー、最後かわいい。楽しい動画だ。いや、これめっちゃむずいわ。これむずい。いや、でもさすがに俺ら一回大失敗してるから取れないわ。そうだよね。ここで失敗したらもう普通に首だもんね。ちょっとステイで。おお、ちょいステイ。いい動画です。としばさん13番。来た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 。あ、来た。お、じゃあやってみよう。じゃあ行こう。まさちゅのどうです。温泉で独り言多いおっさん上へ来い。帰るな。せーの、バラのツイです。一個多い。じゃあ俺が今日から YouTube 始めていきます。あ、これだけか。そこそこ。いや、もうちょっと欲しかったね。うん、欲しかった。ああ、ちょい入れてもよかったけどね。底辺 YouTuber が挨拶集みたいなのさ、みんな作ってるじゃん。なんか流行りに乗ってっていう。登録しん取ります。17。なんで結果登録してるって言ってた。めっちゃ登録されてる。されとるやん。いや、でも結果俺ドボンじゃないこと大事だから。いや、強そうね。でも始めたのがやっぱめっちゃ最近って感じですね。はい。あー、で、17万。すごいよ。すごいよ。17万。え、17って言ってました、言いましたよ。ちょっと待って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 。もう見ますか、パッケージさん。島根を中心に活動してる。島根17人。17や。ほら、誰も登録しとないから危な。めちゃくちゃあっとるやん。めちゃくちゃ考察ドンピシャじゃねえか。いや、今日ね、あの結構言うこっちとけっ、ね、フォローするこっち側かと思いきや量も結構厳しい。そう、実はね、厳しいな。実は厳しいから、こっちばっかりで、まあ、今目いっぱいだから。こっちばっかりこの顔注目したら、ね、いっちゃった。量もまあまあ混乱してたってなってね。いや、これは全然ダメでしたね。気合がね。はい、続いて。はい、続いて。まあ、BDL も来たということで。2! どこで。す
いなきゃおかしいぐらいのさ、このテンション普通に面白いんじゃないですか。カメラもちゃんと何個か用意して、うん、ちゃんと YouTube やってる感じの人さ、それはそうだね。危ない。ステイ、うん、おステイだ。ナイスステイ。11番お願いします。高田さん、なんで俺だって売れたんですか。メイネクラフラ、本当にちゃんと証拠だ。どんなことしてる。本当、はい、あ、してる。フォローしてくれてる。はい、はい、今フォローしてくれたら一緒に魔法放てるんだけど、どう。本当、ちょっと携帯見せて。今サムライちゃった。OK、してくれてね。おい、JBL かけれる。ルミにかけて、ライク。そうだ。で、増えて、振って。サムライの。行け、自分増えて。京都オーガーズなんだ。君は京都、OK、じゃ同じ風に京都オーガーズで行ってみよう。行こう、行け。なんで、なんだっけ、なんだっけ、とりあえず魔法放てるんだよ、OK。 これ、むしろだよ。君も魔法放てるかもね。せーの、フォローしてねー。はぁ、え、フォローさせたがってるっていうのがね、もうなんか少ないのかなっていう。確かにね、YouTube にどんぐらい力入れてんだろうね。いやー難しい、これはむずいな。これちょうど取ったら、ちょうどいけるか、熱い気もするな。いや、うわ攻めだね、ここいいね。11番千葉北斗取ります。エクスペクトパトローナーン 1.3 万そんだけ。千葉さんはもう本当に最初に話したような、もうショートしか上げてないっていう、正真正銘ショートクリエイターですね。そうなんだ。まあ YouTube で見ればね。熱量、あー、いいか、まあ出世開けるか。うん、18、うん、おはこいいと思う。垢抜けした元舞台区が仮面高校生した結果、僕今まで舞台区版仮面高校生として活動してきたんですね。その時の顔があれなんですけど、そんな感じで今まで女の子にちょっと笑われてきたんですよ。なので悔しくて頑張って垢抜けしてきました。もし今から仮面取ってイケメンだったら僕行ってもらっていいですか。え、じゃあ仮面、すごいハードですよ。すごいね、結構度胸だ。マスクも外しましょうか。カメラ押します。カメラ押しません。カメラ押しません。カメラ垢抜けにもゲームとかめっちゃ逃げられたんです。あー面白い。されないのもろいじゃん。絶妙だった。確かにこの顔からのいけるところに行った感じで面白かった。危ない危ない。これ無限指定されたらややこしいですよ。ちょっともう行くわ。牛乳、あいちゃん行きますよ。牛乳開けます。 17.8万人。うわー、ほらほら、すごーやったぜ。てかもう18万人や、やば。あ、見たことあるよその文字。はい、福来たるさんっていう、知ってる。へー、芸人2人と、あと服屋さん、服を作っている人の2人組みたいな感じで2人組でやってるみたいですね。うわー、まあ、開いた方がいいな。いや、どっちだ、でかい方。いや、でかい方はこっちでしょ。ブサイクか、ブサイク、ブサイクなんか登録者が多いと読んでブサイクを取ります。9000人。お前もう俺らの勇気かよ。9000人かい。いや、2ターン使ってブサイクやめてブサイク取って9000人って絶対じゃん。これはしょぼいわ。これは恥ずい。開けます、もう何が入ってる。4番。ゲームアル、よし、20分後。お疲れです。あ、やるか。約束しよう、その時間に大体出てない。ゲームアル、うわ伝わらんな。その顔でやめろ。なるほどねぐらい挟んでからじゃ。伝わらん日本語を最後に決めてるみたいな感じでしょ。面白すぎるな。つまり何がっていう。だからこれ友達のあれとか見たかったよね。実はだから伝わる最後のとこいらないっていうか。いや、じゃあ添削はいいのよ。別にステイ。ああ、うん、そうなったらさ、月付きも僕も持ってたもんね。
いいよ。怒涛の回収。何？行くのか。原付を取るぜ。原付待ってね。頼む。4.8 万人。おお、まあまあまあ。ええやん。はい、土島さん。はい。もうランダム回復で。はい。16番。レッツゴー。こちら側のどこからでも切れますが、全然切れない時の対処法、まずはカッターの刃を用意します。そしてこれをうわーこれはやばいぞ。うわー、いきます。せーの。おん、ない。あ、こっちにくっついてすごい、めっちゃ刺さってる。うわーすごい。あ、いいね、すごい。見えるかな、ここほらもう。おー、すげー。絶対こちら側のどこからでも切れる。おー。あー面白い。いいですね。やばい、これはこれは強いなー。今ので良いです。これはステイですね。これステイ以上。いやでも俺ら攻めるしかないから取るしかないんじゃない。そうだよね。こうなってた時のリアクション見た。こっち側に行った時に、うん、リアクション自体はそんな慣れてないというか、お編集でなんとかこう味付けしてる感じ。伸びすぎてない余地もあると。まだここからなのでは。取ります。 2.8 万人。おお、危なかったね。うん、いいよいいよ。あ、でもマジで俺じゃもう撮れないでしょ。俺今の動画は817万回。すごい。雰囲気クリエイターカネチンさん、面白い。じゃあ僕いきます。よし、 あとはもうエイペックス行くことになります。見たいけど、ね、開けてもいいけど、ステーステーになっちゃうんで、ね、あれで3万とかいたらいるわけない。いるわけがない。エイペックスのあいつ刺してストップって言おう。いくの。 1.9 万だよね。ドローください。エペックスの人61。2だよね。2。うわぁ、さすがにか。俺今日批判してんの全部セーフぐらいのラインだよ。ジェリーポップさんはまあマジで始めたばっかです。ああ、そうなんだ。伸びしろ。始めたばっかであれできるんだったらね。伸びしろしかないわ、それは。じゃあ、まはい、回数無制限ということで、参りましょう。23番。さあ、ステイ。まず、フォントが細いね、これね。音もなし、声もなし。ほわっと出るテロップね。ガチで職人だわ。こういう系にしたら画質荒いよね。うん、もっとなんか綺麗な画質でいい音で聞きたいやつね。そうだね。音質もちょっとよくわからないな、うん、これは。ああ、ちょっと気持ちいいな。すごい、うん、ボケなんじゃないかな。ボケだったら危ない。おー、すごい。包丁は手入れして長く大切に使おう。絶対鋼研ぎ道。鋼研ぎ道。鋼研ぎ道。どっちなのこれ。鋼研ぎ道。大丈夫だよ。いや、これはどっちだ。ボケでないでしょ。だよね、うん、だ一番怖いのはネタ系 YouTuber がボケでやって最後全然切れないみたいな、うん、だったら怖かったけど、まださっくり撮りまーす。撮りまーす。7000人。あ、まあまあまあ、ちなみにでも今の動画再生回数1009万回です。おお、25。さあ来ました。おお、兄さんテキーラ撮影。先に2000円出して。相変わらず高えな。つうか今日グッサンいる？は、知らねえよ。うい、元気してた？おお、久しぶり。え？この前ごっそさん。全然、ちなみにこいつ後輩。あ、そうなんだ。はい、お前、口の利き方気をつけた方がいいよ。お前、俺のせいだった。お前、ぶっ飛ばされてるぞ。あ、失礼しました。お前もオラついてたけどな。おー、いるなぁ。いる気がするなぁ。いる気がするタイプだ。12万おらんと思う。俺、結構怖いなぁ。バレましたよ。バレてるやん。展開しやすそうだし、これ。フォーマットがされてそう。いや、俺はおもろいだけだと思う。本当？おもろいだけ。これ逆だったら、うん、もっと動画として見やすくて、おもろくない人の方が伸びるだろ。生かしてくれ。俺
願いましたか。お願いされたら行くしかないか。頼む取ります。 4.8 万人です。うわー、危ねー。素晴らしい。知ってる、知ってる、この人。知ってるの。めっちゃ出てる。TikTok か、本業かな。TikTok 本業。今、リョウが言った通り、今ちゃんとなんか音とかも全て画質も全然違う。24万。残り6万ぐらい。5万の人引いたら勝ちかも。これ普通にぬるっと語りたいんだ。熱くな。ちょっとゲーム性のガバのところ疲れてますね。岡崎体育、柳内家庭科、女子会男塾、レディーガガ、ミスターポポ、拳に、ちょっと聞いてますが、ノーブラス、ゲスパーティー、ゆるゆり、ゲスの極み乙女、若干ピアババ、あばれる君、静香ちゃん、メガネが本体です。音楽とは残像だ。よし行くぞ。ちょ待てよ。謎解きはディナーの犯罪はスタメシファイだぞ。作って遊ぼう。こばして働け。やばい T シャツ屋さん。一般的な下着通販。サンシャイン池崎。アトランティス沼山。そうだ京都へ行こう。ふとした深海島根。いや、おもろいな。面白い。これアルティメット4人さんじゃない、きっとね。なるほどね。これ危ない。危ない。これ絶対危ない。絶対に危ない。普通に絶対危ないから。普通にそもそも危ないし、これ絶対に危ない。さあどんどんどん。10番。うわっ、なんか雰囲気ちょうど嘘そう。おい、しりとりしようぜ。いいぜ。じゃあしりとりの D から始めて。オッケー。リンゴ、ゴリラ、ラクサ、参加、ハッサ、最悪、さ、サンジ、情報操作。あれれ、もう終わりか。やっぱサセメは強いな。あ、スタートショー。さあ、どうかしら。なんだよ、その意味わかんない島。じゃあ、まあからね。漫画喫茶。またサダで答えれるかな。サダ海洋深層水。いや、サダ海洋深層水。そこから俺は310年間しりとりで鎖抗議する。サド平均絶対偏差。あー、サドマイマイ。サドマイマイ。意見立法審査。サドトガリネズミ。サドトガリネズミ。お前もなかなかやるな。源の頼政、これでどうだ。サドオケさん。サドさあ、形勢逆転だ。サドキンタ、よっしゃ、やった。じゃあまだまだこれからだ。あーすげえな。なるほど。あまりに伸びそうじゃないか。おもろいなー。行ってもいいんじゃない。なんか行っても良さの感じあるよね、ギリギリ。6万人に達してないってことをね、恥じずにこれから頑張ってくれれば全然いいから。マジで絶対伸びる。伸びるね。信じてる。5万人でいてくれてありがとう。飛びます。ドボンです。イエーイ。 40.7 万人。うわー、サドマッシュバー多すぎだろ。そうに面白いか。緊急で動画を回している方が、48.5万人。キスミさんが一番だったかな。あるよにはあるよには普通にあるよにであれ 22.2 万人です。危ねえじゃん。危ねえ。ちなみにあのこっちで聞いてて、あの全くの運ゲーでしたね。まあそのなんていうの、多少なんとなくはもちろんね、売れてそう、まだこれからそうは合ってるんだけど、あの考察みたいなのも全然でした。あ、本当ですか。数字具合がちょっとね、うん、あんまりね、ショートが回ったから登録者が増えるってわけでもないんだなっていう感じがしましたしね。うん、なんでドボンしたんだろうな、最初に。いや、マジでちょっと、なんだっけ、あ、絶妙すぎですよ。マサヤンテインメント、ちょっとマサヤンテインメント忘れねえよ、お前もう。じゃあ、お二人は増名ということで。うわー、そうだ。じゃあ、じゃんけんね、負けた方に、あの、当て名を。当て名ね。負けた方ね。はい。最初はグー、じゃんけんぽい、スタート。そうや。それなんで全部一人でやってるけど。全部一人でやってるんだ。全部自己完結。ゲーム持ってきてバスも言い出して全部もらって。家で一人でやっとれよ。正味みたいなね。一人でやっとれ。しばや名付けてあげてくれ。で、じゃあちなみに哲也またはじゃないですかね。なんとかまたは哲也ですかね。ちょっと待ってよ。前にまた前に増えんの。そりゃそうでしょう。やば。鉄やんエンターテインメントまたは鉄やん。しかもねエンタついとるやんけ。一週間僕の名前は鉄やんエンターテインメントまたは鉄やになりました。そしてね、協力してくださってありがとうございました。皆さんちょっとまとめて謝罪してください。本当にすみません。まとめてごめんなさい。ありがとうございました。さよなら。